KBC テレビで放送中の前川清の笑顔満点旅好きがこの度プチリニューアルします。番組のテーマソングをチェンジ。なんと前川さん本人が歌う旅好きオリジナルソングになるんです。しかも作詞作曲は息子の弘樹さん。今回そのレコーディングの現場にお邪魔しました。どこだよ一回ごめんなさい。どうでした、まず歌ってみて感想。忙しいね歌がテンポがありすぎて忙しい人生いってたてん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 とかさ、ノリがね、やっぱ俺たちは人生いってたてん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 あんま俺たちに合わないというか、ノリがね、新たな挑戦じゃないですけど、息子だからのわがままをちょっと、他の作家さんはこれを前川清に歌わせないでしょうっていう多分この曲を歌ってくださいって言わないから、まあ、こういう曲は作ってこないだろうね、うん、今回は一緒にみんなで歌えるような曲にちょっとしようとしてるんで、まあね、ラララのところはね、そう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 、春夏秋冬も入ってきたし、ね、入ってきたし、果たしてどんな曲が出来上がるのか、4月5日の旅好きを乞うご期待。